江戸川アラン・ポー赤き死が久しくその地方に蔓延していたいかなる悪役もこれほどまがまがしいものはなかった血がこの疫病の化身であり紋章であった真っ赤な血みどろの恐怖 この病に取りつかれた者は激しい痛みと急激なめまいの後毛穴からおびただしい血を噴き出して死んでしまう真紅の斑点が病人の全身にことにその顔面に最も甚はだはしく現れるがこの恐ろしい兆候を見ると隣人は皆逃げ去って看病する者もなくなってしまう発病から瞬く間に渋滞に陥り問死するまでに ただ半時間を要するに過ぎない。しかし領主プロスペロ公は幸運であったまた勇敢かつ聡明でもあったその領地の人民の半ばがこの疫病に倒れた時公は宮廷の騎士と宿女の中から1,000人の創建で陽気な人々を召し集め彼らと共に領内の城作りの総院の奥深く閉じこもってしまった。 この僧院は壮大な物々しい建物で江自身のエキセントリックな荘厳好みの趣味によって建てられたものであった頑丈な高い城壁をめぐらしいかめしい鉄の城門がついていた帝臣たちはその中に入って城門を閉ざすとカロと巨大な鉄椎によってその勘抜きを溶接してしまった彼らは仇決意を持って彼らのうちに 万一場外に出ようとする耐え難い気狂いじみた衝動が起こったとしても絶対に出入りの戸がないようにしたのであった総院には豊富な食料が貯蔵されていたこれらの用意があるがゆえに帝臣たちは休んじて悪役と戦うこともできたのである場外のことは場外に任せよこっちでそこまで気に病むのは馬鹿げたことだ プロスペ公は城内にあらゆる狂楽の用意を整えておいた宮廷道家師もいた即興詩人もいたバレエの踊り子や学士もいたそこには美と酒とがあったかくして城内には陥落と安全がそして城外には赤き死があった この隔離生活の5か月目か6か月目の終わりに近い頃であったその頃場外では悪役のボーイが最高潮に達していたのだがプロスペロ公は世にも異様な仮想舞踏会を催して彼の1000人の友を享望したこの仮面舞踏会こそ逸落の極みであったまずその舞台となった部屋名について語ればそこには 物々しく配列された7つの部屋があった。一般の宮殿においては部屋部屋は長く一直線に連なりそれらの境の戸は両側の壁際まで開かれて全体が見通しになるように配列されているのだがここでは気境を愛するプロスペロ校の好みによってその配列が甚だしく異様であった部屋部屋は非常に不規則に並び 一時にに室以上を見通すことはできなないようになっていたそれは2三3 0ヤードごとに急角度に曲折していて一曲がりするたびに全く目新しい光景に接するのであった各部屋の右または左側の壁の中央に狭くて縦に長いゴシック風の窓があってそれが部屋部屋に沿って曲がりくねった閉ざされた廊下に開いているそしてそれらの窓には 各部屋の装飾の色調に応じた色のステンドグラスがはめられてあったすなわち青色のとわりで飾られた東端の部屋の窓ガラスは鮮やかな青紫色の長度と壁掛けの第二の部屋は窓ガラスも紫第三室は装飾とともに窓ガラスも緑第四室は橙色第五室は白第六室はスミレ色 そして第7の部屋は黒ビロードの垂れ幕が天井から周りの壁一面を覆い深いひだをなしてやはり真っ黒なビロードの織物の絨毯の上を垂れているしかしこの部屋だけは窓の色が部屋の色調と一致せずそのガラスは黄色にすなわち濃い血の色に染められていたさてこの7つの部屋にはどんな種類の食材もなく あまたのの金色の装飾がこここかしこに取り付けられあるいは天井から吊り下げられているばかりであったつまり建物のこの一角には普通の灯火やろうそくから発する光は一つもなくただ部屋ベアをめぐる廊下に各部屋の窓に面して三脚の上に炎の揺らぐ鉢が載せられその光が窓の色ガラスを通して部屋ベアをそれぞれの色に染め出しているこのようにして 幾多の華麗なる無限鏡が作り出されていたとはいえかの西の外れの黒い部屋の血の色のステンドグラスを通して黒い垂れ幕に注ぐ光はいとも物恐ろしくこの部屋に入った人々の要望を世にもいとわしきものに変えるので人々はおじいを恐れてあえてそこに立ち入ろうとするものもないのであったこの黒い部屋にはまたその東側の壁に接して 巨大なる黒炭の時計が立ちその振り子は単調な重々しい音を立ててゆっくりと左右に揺れていたその長身が文字盤を一周して時を告げる折には時計の真中の心臓からよく通る高くて深い非常に音楽的な響きが発せられるがしかしその異様な音色と不思議な重々しさは一時間ごとに 還元学の学士たちをして断層のさなかにしばし手を休めてその音色に聞き入らせるほどでそれにつれてワルツを踊る人々も是非なく立ち止まり陽気な群衆の中にちょっとした混乱を生ずるのであったそして時計の鳴り響く間心弱い者どもは色青ざめ年取った視力深い人々でも額に手を当てて不思議な壮年に心を乱す しかし名称の余韻が全く消え去るとたちまち陽気な笑いが人々の間に伝わり学士たちは顔を見合わせてお互いの神経過敏な愚かさを微笑し次に時計が鳴る頃にはこの愚かさを繰り返すまいと囁き合うのだがやがて60分の時が経ち次の名称が起こるとまた懲りずに混乱や恐怖や不思議な壮年を繰り返すのであった。 しかしこういうことを別にすれば共演は世にも華やかな物々しいものであった孔の思考は極めて得意であり色彩とその効果について優れた鑑識を持っていた流行の優雅な装飾を無視しその一生は大胆で熱狂的でその構想は原始的情熱に輝いていたあるものは孔の正気を疑いさえしたが 孔の近親者たちは決してそうは考えなかった甲が強人でないことを信ずるためには日常彼の言葉を聞き彼を見彼に接触しなければならなかったのだ孔はこの大共演に際して7つの部屋のちょうどの飾り付けを大部分自ら指揮したまた改修の仮装についても孔自身の思考による指図が働いていた言うまでもなくそれは クロテスクな姿であったこれらの仮装には後年エルナニに見られたような豊かなる好奇と華麗と辛辣と幻想とが混じり合っていたそこには不釣り合いな装束をつけたアラベスク風の姿があったまた基がいめいた巨毛の着想があったそこにはあらゆる美と宝珠と甲意糸があり あるものは恐ろしくあるものは剣豪すら感じせしめた7つの部屋のかなたこなたをいわばあわたの機械なる夢の化身どもがさまよい歩いていたのであるそれらの夢どもは部屋から部屋をさまざまな色に染まりつつもつれ合い入り乱れて巡り歩き還元学の凶暴な学のねすら彼らの足音のこだまかと聞きなされるのであった。 突然としてビロードの部屋の黒炭の台時計が鳴り始めると一瞬間名称の音のほかは全てが静止し全てが沈黙し数知れぬ夢どもはその場に凍りついて動かなくなるそして鳴りやんだ名称の余韻がごくわずかの間残ってやがて消え去る時それを追うように 半ば押さえつけた笑いが群衆の中から聞こえてくるすると再び額の根は高まり夢どもはよみがえり今までよりも一層楽しげに色さまざまの窓ガラスを通した三脚の光を受けてあなたこなたともつれ歩くしかし七つの部屋の西のはずれの一部屋へは今や一人の仮装者もあえて踏み込むものはないなぜならば 夜もようやく吹け渡り血の色ガラスを通して差し入る光はいよいよ深紅に黒天の色の垂れ幕の深い黒さが人々を怯えさせるからであるひとたび黒天の色の絨毯の上に踏み入ればすぐ目の前の黒炭の時計の影のこもった響きが離れた他の部屋の競争の中で聞くよりも一層厳かにまざまざと耳を打つからである だほかのヘアウ部屋は舞踏の群衆に満ちあふれ生命の鼓動が物狂おしく脈打っていた舞踏は目まぐるしく続けられていたしかしついに大時計は真夜中の時を打ち始めたするとまたしても音楽はぴったりと止み舞踏者たちは静止し例のごとく全てが不安な中絶に陥った 今度は時計の名称は12を数えなければならないのであるその時間が長いだけにかの不思議な壮年はひとしお強く人々の胸を打ったそして最後の名称の余韻がまだ全く消えやらぬ前群衆の中の多くの人々は今まで誰も知らなかった一人の仮想の人物がそこにいることを気付いていた この侵入者のうわさはささやきとなって耳から耳に伝わり不信と驚きのひそひそ声はやがて恐怖旋律憎悪のつぶやきと化し群衆はただならぬざわめきに陥った共演そのものが限界を極めていたのだから並大抵の異常時ではこれほどの動揺を起こすはずはない 事実当夜の仮装はほとんど無制限に機械砲獣を尽くしていたのだがしかし今現れた人物の紛争はこれこそかのヘドロのしスゴしでありさしも奔放なプロスペロ公の勤務すら超えるものであったいかに奔誕な人物の心にも感動をこみえぬ金銭がある生死を冗談に紛らすほどの不敵な人物にも冗談にできない事柄がある 仮想舞踏会の全員は今やこの侵入者の紛争と物腰に一点の基地も風雅も見出しえないという事実に深く打たれたように見えたその者は竹高く痩せ干からびて頭から足の先まで全身を墓場の C に包み顔を隠した仮面はこわばった思想を呈しどんなに注意深く眺めても仮面とは信じられぬほど真に迫っていた しかしそれだけなれば物狂わしい共演の人々にはたとえ称賛しないまでも我慢することができたかもしれないのだがやがて群衆の中からあれは赤き死の紛争に違いないというざわめきが起こってきたよく見ればその者の,の衣装は血に汚れ広い額から顔全体が忌まわしきシンクの斑点に覆われていた プロロスペロ公の目がこの怪物に注がれた時ウは恐怖によってかそれとも嫌悪のためかひと切な強く身震いしたように見えたが次の瞬間にはウの額は怒りのために好調していた何者だウはしわがら声で身近の帝心に怒鳴った何者だ 不敵にもかかる忌まわしいでたちをして我らを侮辱するやつはキャツを捕らえて仮面を剥ぎその顔を確かめよううん夜が明け次第城壁につるし物にしてくれるぞその時プロスペロ公は東のはずれの青い部屋に立っていた公は気も太く潔服も良い人であったから この怒鳴り声は7つの部屋の隅々まではっきりと高らかに響き渡ったそして演奏も甲の手の一振りでぴったりと沈黙したプロスペロ甲はその西の外れの青い部屋に青ざめた帝臣たちに囲まれて序立していた甲が怒鳴った時帝臣の一団は最初は侵入者に向かって殺到する規制を見せた 侵入者はその時つい目の前にいたが彼は今や落ち着き払った厳かな足取りでさらに甲の身辺に近づきつつあったしかし異様なる紛争者への物の狂わしい予感がある名乗しがたい恐怖を伴って群衆を支配しもう誰一人進んでこれを捉えようとするものはなかったしたがってそのものは誰にも妨げられず 甲の面前一ヤードにまで迫ってきた甲を取り巻く軍神は申し合わせたように部屋の中央から壁際へとたじろぎ引いたかの者は無人の京を行くがごとき最初からのあの厳かなしっかりした足取りで青い部屋から紫の部屋へ紫から緑へ緑から大々へさらに 白い部屋墨で色と進んでいったがまだ彼を捕らえようとするものはなかったその時であったプロスペロ公は怒りといっときの臆病を恥じる心から狂気のようになってまっしぐらに6つの部屋を突き抜けかのものの跡を追ったしかし軍神は死の恐怖にとらわれて一人もこれに従うものはなかった 斗は抜き取った探検を頭上に振りかぶり猛烈な勢いで退く怪物の34フィート間近まで迫ったその時黒ビロードの部屋の最短に追い詰められた怪物は突如として向きを変え追手の前に立ちはだかったたちまちつんざくような叫び声が起こったそして 探検がきらめきながら黒天の絨毯の上に落ちたかと見る間にその同じ絨毯にプロスペロ公はすでに死骸となって横たわっていたその時共演の人々は絶望の物狂のわしい勇気を振って一度に黒い部屋に殺到したそして黒炭の時計の影にその竹高,高い姿で身じろぎもせず突っ立っていた仮装者をひっ捕らえ 猛烈な勢いで墓場のシート死の仮面を剥ぎ取ったするとその仮装の内部は何もない空っぽだったので人々は名城すべからざる狂坦にあえいだかくして赤き死の出現はもはや疑う余地もなかった疫病は野党のごとく忍び入ったのである やがて共演の人々は一人ずつ一人ずつ父親に濡れた陥落の部屋部屋に倒れ伏しそのまま絶望の姿で死んでいった共演の最後の一人が息絶えると同時にかの黒炭の大時計の寿命も終わり三脚の火炎も死滅した そして暗黒と大敗と赤き使徒が全てを支配した。